やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会、ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。皆さんこんにちは。お達者してますか？この時間は博愛会お達者クラブをお届けします。コロナ禍が続き、各医療機関や介護施設では感染症対策のため介護施設に入所する家族に会えない状況が続いています。おじいちゃんおばあちゃん元気かな、会いたいな、思っている方も多いでしょう。この番組では博愛会の各施設を利用されているおじいちゃんおばあちゃんの声をお届けします。それでは今週も元気にいってみよう。皆さんこんにちは。こんにちは。私、社会医療法人博愛会介護老人保健施設アカシアの外山と申します。今日は当施設の通所リハビリテーションに通ってきている方々の様子をお伝えいたします。介護老人保健施設では、北海道には1台しか常設していないサイバーボッチャを使って利用者の皆様に楽しんでもらっています。サイバーボッチャは東京パラリンピックで報道されたボッチャというスポーツをより身近に体験していただけるよう、株式会社ワントゥーテンさんが開発したものです。音と光で盛り上げ、センサーを活用することにより審判役が不要になっています。利用者様は、あーずれた、転がりすぎた、あんたうまいね、などなど、とても楽しそうにプレイされています。では今日も最後までお付き合いください。お達者クラブフレンズリレー、今週は玉田博史さんと長崎ふっこさんにお話を伺います。私たち博愛会メディカルグループは、地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。ではお達者クラブフレンズリレーの時間です。今日は通所されている方お二人に登場していただきます。それではお名前を教えてください。玉田博史です。ありがとうございます。おいくつでいらっしゃいますか？73です。出身はどちらでしょう？釈別って聞いたことありますかね。あらそう。ちょっと釧路の方なんですけど、今のところに移り住まれて長いんですか？そうですね、もう結構なりますね。はい、ハイエースを運転してお迎えに上がってますけれども、いつも元気に車に乗ってきていただけるので私は嬉しく思ってます。はい、ありがとうございます。どんなお気持ちで通われてるんですか？とても楽しいので元気よく毎日が過ごせればいいかなと思ってます。ありがとうございます。元気に歌も歌われているので、後でちょっと歌のことも聞かせてください。はい、ありがとうございます。続きましてお名前を教えてください。長崎ふき子です。女性に失礼ですけど、おいくつでいらっしゃいますか？私87歳です。全然見えないです。ラジオだから見えないけど。そんなこと。ご出身はどちらですか？豊頃町二宮っていう、まだ小川っていうところで、吉田作次郎の御所として生まれました。お父さんのお名前までありがとうございます。元吉田さんなんですね。そう。あら、存じ上げずにすいません。そうなんですね。長崎さんは泊まりも時々使われてますね。泊まりはね、11月から3月までと、ここの港で海で泊まっています。じゃあ寒い時期はこちらで過ごして、そうです。暖かい時期はご自宅で過ごされて、自分中ちょっと寒いの で一人暮らしですからね、娘たちが心配するのね。お二方ともありがとうございます。
それでは玉田さん、明石家の通所リハビリテーションでは日々どんなことをされていらっしゃいますか？運動したり歌ったり、あとあ、お風呂もね、はい、お風呂もか入ってます、入れてもらってます。明石家モール温泉ですからね。はい、もうとても気持ちいいです。 ありがとうございます。モール温泉って世界に2カ所しか出てない温泉みたいですからね。うん、はい、ありがとうございます。ちなみに明石家で通われてるプログラムの中で一番好きなのって何ですか？カラオケやっぱりカラオケです。はい、ありがとうございます。あのコロナ禍でしばらくですね、どうしても飛沫感染を予防するっていうことでカラオケを一時ちょっと止めざるを得ない時期がありましたけれども、その時はちょっと寂しかったですかね？はい、そうですね、もう大変寂しかったです。いや本当に皆さんからカラオケまだか、カラオケまだかってお声をいただいて、あの施設長を含めてですね、協議をして、つい何ヶ月前ですかね、1年も経ってないですね、まだ、うん、復活して、はい、皆さん楽しそうに歌われているので私も嬉しいので、今度歌っちゃおうかなって思ってます。お願いしますありがとうございます。長崎さんは通いのプログラムの中で一番好きなのって何ですか？やっぱり先生方のお顔を見るのとね、こんな立派なところでね、あの何時間って暮らせるのでね、とっても楽しいです。もう85年一番楽しいですね。本当ありがとうございます。本当に私たちもですね、皆さんにお会いできるのをすごく楽しみにしているので、あのいつもニコニコこうやって話してくれる長崎さん、来てくれるの楽しみにしてますよ。先生方がとっても先に立ってる人がいいんだね優しいしね。なあ、本当にありがとうございます。そうやって思ってくださってたんですね。義務教育より本当楽しいです改めて話してみないと、なかなかこういうことを思ってらっしゃったんだってなかなか聞けなかったですね。嬉しいです。あら、そうですか。うん、本当に、まあ、立派な建物って言っても、ね、うん、あの築24年経つので結構ね、いや建物もあったかくて立派ですよ。本当ですか、ありがとうございます。先生方も本当に優しいしね、うん、みんなあの来てる人もみんな優しいです。男の人も女の人もね、うん、ありがとうございます。食べ物といえばそうですね、去年からですね、あのセントラルキッチン七色といって、博愛会で独自に、作っているニュークックチル方式っていうものを取り入れた配送サービスっていうのを始めています。で、うん、あのもともと施設の中で調理をしていたんですけれども、やっぱりこれからの時代、あの働き方改革っていうものもしていかなきゃならないということで、あの美味しい料理をですね、一つの、うん、まあ、工場と言っていいのかあれですけれども、うん、セントラルキッチン七色っていうところで作って、配送して、冷たいものは冷たいまま、あったかいものはあったかいっていう形で、一つのトレイに乗せて、もう配膳が済んだ状態で配送してくれるっていうサービスをやってます。食事も本当にいい食事なのね、うん、私はあまり肉やお魚嫌いなんですけど、うん、あまりよく言っていないので楽しくて楽しくて、うん、いや、ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。玉田さんも長崎さんも通所リハビリテーション、ちなみにリハビリのビリって何だと思います？あの私らの痛いとこやら直すことに違うんです。お近い、うん、ごめんなさい、私ちょっと意地悪な質問しちゃったんですけど、うん、リハビリテーションっていうのは、ラテン語が語源だそうです。で、リというのが再び、ハビリスっていうのが適したっていう意味みたいで、うん、すなわち再び適した状態になること、うん、本来あるべき状態への回復というような意味を持つみたいです。あ、そうですか。うん、なのであの、先ほどねお褒めいただいた明石家のスタッフの笑顔だとか優しくしてくれるっていうのもあるんですけれども、あの通所リハビリテーション通っていただく皆さんにはぜひぜひリハビリにも精を出していただきたいなってはい、ありがとうございました。はい、
私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。メディカルつながる街づくる博愛会メディカルグループ。では今週のお達者リクエストです。今日は玉田さんの好きな曲、ジョン・デンバーのカントリーロードです。宮崎駿監督の耳をすませばで、カバーされておなじみかと思います。玉田さん、この曲にはどんな思い出がありますか？大変嬉しい思い出があります。どんなことが？いや、まあ、友達ではないんですけど、知り合いの方がお前こんないい歌あるんだぞって教えてもらったんですね。その時からもう、あ、これは自分に合っているなと思って。結構仲良くされていた方なんですかね？いや、そういうわけじゃないですよね。遠くの方なんで、たまたま近くに来たもんですから、お前そんな歌歌えるのかなんて言われてね、もう嬉しくなっちゃってね、はい、これはいい歌だねってせっかく教えてもらいまして。大して親しくもないけど、でも感謝ですね。もう感謝、大感謝です、うん、そんだけ好きな歌に出会えたっていうのは、はい、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。それではお聴きください。玉田さんの大好きな曲です。ジョン・デンバーさんでカントリーロード。両親が65歳を過ぎたら、そんなきっかけからご自身やご家族の将来について考え始めてみませんか？例えば施設のこと、介護と仕事の両立など。医療と介護の相談室支え合いでは、平日9時から17時まで複合施設青亀ビレッジにて個別にお話をお伺いしながら一緒に考えていきたいと思います。その他、電信通り観光道の駅イランカラプテにて出張個別相談会も定期開催しています。いずれも事前にご予約いただけるとお待たせせずにご対応させていただきます。お申し込みは0120-331-891、 331-891、 フリーダイヤル支え合い博愛まで。やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会グループ。